厚生労働省によりますと、デング熱への感染が新たに確認されたのは、神奈川県に住む20代の女性です。これまでに多くの人が感染したとみられる代々木公園は訪れておらず、9月14日に墨田公園で蚊に刺された記憶があるということです。墨田区は昨日墨田公園で蚊の駆除作業をしました。今後、蚊がウイルスを持っているかどうか調べることにしています。これでデング熱の感染者は18都道府県で144人になりました。